旅して飲んで飲んで旅してポコ旅ライフ。大分県別府市関縄編始まる。今回は羽田空港から ANA で大分空港へ、別府駅で一泊後関縄へ行くみたいだ。温泉、地獄巡り、地獄節、楽しみだポコ。現在羽田、手荷物検査後ラウンジ寄ったらサクッと大分空港まで飛ぶポコちゃんです。搭乗までくつろぐみたいだ。青汁、豆乳入り、そしてカプチーノ。まずはカプチーノからいただく。香りはエスプレッソのロースト臭、口当たりはミルクホームのおかげでクリーミー、苦さ甘みのバランスが取れてる。豆乳で割った青汁は青臭さがマイルドかつまろやかな味だった。ここ、あ、飛行機に向かいます。月が綺麗。約2時間の空の旅、そしてカメラがご機嫌斜めでほぼ映像を撮れておらず、大分空港着いたみたいだ。日本一の温泉県大分。バスに乗ってホテルに向かう。このバスに乗っていきます。2番乗り場です。乗るポコちゃんです。出発。コンセントもついてました。 Wi-Fi 速度は5です。もうすぐ別府北浜駅、着いたら歩いて別府駅に向かう。ここ別府北浜のバス停に着きました。今から別府駅前のホテルに歩いて向かおうと思います。 Go go。 別府の街って深夜営業やってんのかな。着いたみたいだ。入っていく。チェックインポコちゃんです。本日の部屋です。大きい鏡、作業できる机、そして液晶テレビ。フロントからアメニティ、カミソリと歯ブラシをもらいました。ベッドの上には浴衣とタオル。個室にトイレ、洗面所、そしてバスタブがあります。コンディショナー、シャンプー、ボディーソープ、しっかり揃ってます。泊まったホテルに温泉はないけど徒歩3分圏内の提携ホテル、ホテル CA 部別府の天然温泉に入っていいみたいだ。別府といえば温泉、嬉しいポコ。パッカ。受付で案内を受けた後温泉に向かいます。行ってきます。温泉最高。温泉にも入った。ようやくご飯です。とりあえず深夜でもやってる店に行くみたいだ。大衆酒場割り勘さん。畳でくつろげる感じ、江戸時代の美人がこっちを見ているよ。大分は大分県産の麦を使ってるらしく、キリン推しらしい。またもカメラがご機嫌斜めで撮影できておらず、メガジョッキ1リットルをしこたま飲み干したみたいだ。ビール片手にお刺身ポコちゃんです。パッカ。美味しかったポコ。どうしよう、2軒目行くかな、寝るかな。ソルパセオ銀座、とりあえず歩いて行ってみます。2軒目を探している最中に大きい天狗さん見つけました。こんな角度で人の鼻の穴見ることないわ。下駄も大きいです。2軒目がようやく決まりました。ルプティトラ。サクッと飲むにも2軒目にも良さそうな地元の方集う天狗通りのバー。カクテルも美味しそうだけど、瀬戸内焙煎行くみたいだ。瀬戸内焙煎来ました。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。ホワイトエールですね。味優しめ、グラスが綺麗でより美味しく感じます。酒のあていくポコ。サルサとナッツがなかったらしくて代わりのものをいただきました。ビールに合うよね。うん、辛くはないです。やっぱりこのサラサの味って店の味が出ますよね。これはワイン。乾杯。ワインはガブ飲みファンタグレープが基本みたいだ。重い感じ、皮、鉛筆の芯、あっさり、飲みやすいポコ。担任感あった。ホテルに着きました。電気がなくて見えねえ。飲み歩いてたら2時になっちゃった。おやすみなさい。パッカ。おはようございます。チェックアウトしました。現在10時です。今日は関縄温泉に向かおうと思います。バスが出ているそうですが、どれだ。関縄って書いてある。多分これでいいのか。3番乗り場です。パッカ。関縄に行くには別府駅から何種類かバスが出ているみたいです。今回は別府駅西口から亀の井バスの関縄駅に乗りました。 IC カードが使えるので便利です。すげー、至る所に湯煙立ってる。着きました。関縄です。別府駅と関縄これぐらい結んでるんですね。そこそこ本数あるんじゃないですかね。これが関縄の全体像。地図上の方、要するに西側は
地獄巡りができます。ハメノイバスの神奈川バス停は神奈川の中心地にあるみたいですね。湯煙すごないですか。今から陽光荘さんに向かおうと思います。陽光荘さんはこの出湯坂の途中にあるみたい。向かってみようと思います。出湯坂に入っていく。湯が出たから出湯坂なのかな。すごい公衆浴場がある。入浴1人100円、マジかよ。地獄蒸し工房があります。ここで地獄蒸しができるみたい。うわーすごいな。湯煙と足蒸しもあります。体がシワシワになっちゃうぐらいお風呂入れるね。いっぱい湯煙ですね。まるで天国、いや本当は地獄、どっちなの。温泉の汲み上げってこんな風になってるんすね。地元の方が大切にされる多くの共同温泉、どれも数百円で入れるのがありがたい。一辺湯かけ商人さん、悪いところにかけると治るらしい。お願いします、お願いします。頭が良くなります。夜にパッカ陽光荘見えてきました。チェックインは2時から5時です。早めに着いたので荷物を預かってくださりました。ありがとうございます。街をブラブラしていこうと思います。リノベーションされたお宿カフェとかもあるみたいです。おしゃれ。サリーガーデンさんの休憩スペースもおしゃれですね。普通の民家では地獄蒸しされています。こういう生活いいな。道路に映る煙の影めちゃくちゃエモくないですか。2時間3時間見ていたい。かつて旅館の野中さんたちが井戸端会議をしながら洗濯をしていた場所だそうです。中の様子です。へえ、ここ使われてたんですね。熱の湯温泉さんです。フリーオブチャージただ、やばくない。熱の湯温泉さんのすぐそばにはおしゃれな建物リノベされてます。心地カフェさんです。このおしゃれレトロな建物リノベされてカフェになってたみたい。別府石の石畳、たくさんの旅人が歩いた足跡が刻まれているそう。この足跡に参加させていただきます。申し訳ないですが参加させていただきます。旧富士旅館です。めちゃくちゃレトロでおしゃれやな。富士旅館さん今はギャラリーとかカフェになっているみたいです。昔と現代が心地よく調和しているのどかで素敵な街ですね。パコポコ旅ライフ。湯煙もくもく、神奈川は歩くだけで楽しい。飲食決めて満喫ポコちゃんです。温泉上がりはビールで決まりみたいだ。高評価チャンネル登録お願いします、お願いします。